まあ、ちょっとバッテリーの若さっていうのが出たのかなっていう気もしましたね、まあ、ランナー警戒でこの速い球を投げた、はい、それをバッターが待っていたんですね。一番好きなところに投げないでしょうかね、はい、まあ、本人は振ったところにボールが来たと言ってましたけどね、はい、さあまたチャンスが巡ってきて、ここで細川二塁へ牽制球の構えだけ。この回はフォアボール2つ。さあチャンスをもらったホークス、これは生かしたい場面です。まあ、どうしてもボール先行するとね、はい、こういう風にちょっとリズムも悪くなってくるんですよね、この打球がセンター前に抜ける、長谷川ホームに帰ってきました。同点タイムリー1対1。大隣のボールを受ける細川、タイムリーヒット、ピッチャーの足元を抜けていきました。1対1同点、なおもランナー2塁1塁。さあ大隣に援護点、同点に追いついていますホークス。いや初球ね、はい、このカーブを待ってたんですかね、はい、まあ打者としてはお手本のようなね、ピッチャーの足元に強い打球というのは、はい、いい援護点、援護点になったんじゃないでしょうか ね、 これね、大隣投手には。さあここで逆にホークスが一気に、ね、攻め込んでいきたい場面です、はい、高山コーチがマウンドに行って間を取りました。ただこの回はそのディクソンにとってはね、フォアボール2つ与えた後、ヒット1本で1点を失っています。非常にね、はい、球数も費やしてますし、ね、ダメージは大きいですよね。さあ2回ホークスが同点に追いついて、なおもランナーは2塁1塁です。